まずね、はい、じゃあ、まあ、じゃあブラジルものから、はい、これアイルト・モレーラ、それはですね、彼は、まあ、ドラマーですね、パーカッショニストで、まあ、フローラ・プリンの旦那さんでもあるんですけど、まあ、彼女が先にあのヨーロッパでブレイクして、その後彼もあのアメリカ、ヨーロッパに進出して、ブラジルで、まあ、アイルト・モレーラ・トリオっていうのを結成して、当時のやっぱりあの一番彼がブレイクする寸前に出たアルバムで、音がすごくいいんですね。で、僕が制作に入る前に必ず聴くレコード、聴くようにしている。で、それぐらいやっぱり音のいい、あのやっぱりビートが非常にこう切れた音のするあのアナログでして、未だにもそれを色褪せることなく素晴らしいサウンドで、で、彼が一番油に乗っている時で、この後彼はマイルス・デイビスやチク・コリアのバンドに入って、もう世界一のパーカッショニストとも言われるようになるんですね。以前、その瞬間のね、その前に出たアルバムで、もうジャケット、まさに買わないですけど、これまさに手が伸びない、特に女の子はなんじゃこりゃみたいな内容、非常にあのバーデ・パウエルの曲とか多いですけどね。ああ、でも非常にいい カバーが多いですけど、非常にあの僕が制作に入る前に一番聴くアルバムです。で、これはですね、ジョニー・グリフィン、まあ、サックスプレイヤーですね。僕は中学の時にそのさっきも言ったように、そのニューウェーブだったりロックだったりそんなもんばっか聴いてたんですけど、まあ、初めてジャズのレコード聴いたのがこれですね。で、僕この後実はサックス練習してるんですそう、このアルバムを聴いて、あのサックスプレイヤーになろうと思って、あのサックスを購入します。それぐらい僕に多大なる影響というか、ジャズの世界の扉を開けてくれたのはジョニー・グリフィンで、いまだにこの中にあるね、あの、なんていうか、あ、ウッディン・ユー、この曲はいまだにラウンジとかでもかけますし、あの非常にあのこれもさっき の, あのアイルト・モレーラと一緒で、あの音がとてもいいですね。そのカッティングの状態が当時にしてみたらやっぱり群を抜いていいというか、あのサックスの音自体もとてもよく取れてて、これを中学の時に聴いて、非常に中学の時ジャズとか聞くと不可解なイメージが先行してしまって入らない人が多いんですけど、僕はもうこれですんなり入れた。ちょっとロックのスピリッツがここにあったかなっていうのもありますね。まあ、基本的にはブルースのアルバムなんですけど、これも僕には非常に影響を与えます。で、これがそのジェフテの、あの一番僕がフロアで、世界中のフロアで一番かけたトラックですね。あので、僕はこれを聴いてジェフテのリミックスを決めたというか、この人をリミックスしてほしいなと思ってたら、この人も僕のリミックスしたいなと思ってて、両思いだったっていう、あのまあきっかけになったんですよ。で、これがそのグラストン・ガリッツァですね。グラストン・ガリッツァ の, あの DMR と一緒に作ったアナログで、で、まあ、僕がアルバム中一番好きだったファッシーノって曲を自分でリミックスして、あの入れたアナログです。で、これは非常によく売れまして、グラストン・ガリッツァっていう人を幅広くあの DMR のいわゆるそのフロア層の人たちにもこう紹介できた12インチで、で、アイエント・ムービンっていうあのデズリーのカバーが1曲入ってるんですけど、これも彼の声を最初聞いた時になぜかデズリーの曲を歌ってほしいなと直感で思ったというか、それで僕が一番好きだったアイエント・ムービンっていうデズリーの曲を彼に、それが実現して、それもアナログに一緒に入れちゃおうってことで入れたものですね、はい、超おすすめ、はい、で、じゃあ最後はまあちょっと個人的な宣伝ばっかりになっちゃうんですけど、はい、これはあの、まあ、10周年を迎えたスケマのですね、あのジェラルドさんの Beyond the Moon という、まあ、これ自体がカバーですけど、これのリミックスを、まあ、しまして、僕が初めて世界、全世界発売のアナログで仕事をした版ですね、これが。で、リミックスもとてもよくできたし、最近ではあの小林圭さんのルーティンジャズ最後にも入れてもらえたりとかしたんですけど、非常にこれもよくできて、おそらく手に入りづらいかもしれないですけど、僕はあと10枚ぐらい持ってますから、僕に言っていただければ。来ますよ高値で追いすぎて高値で高値で
だって焦るよね、自分のアナログがとんでもない額がついてるとさ、俺あと10枚ぐらい持ってるけどとかそれだけでお小遣い以上になっちゃうびっくりしますよ。という構えでございます、はい、最後にちょっと、はい、うちのサイトを見ているあのファンの方にメッセージを、はい、じゃあまず一つはやっぱり自分ももし音楽の完璧なるリスナーであればやっぱりそういったいわゆる世界中の音源を集めてくれるこういったサイトに恵まれていることは多分すごく幸せなことなんじゃないかなと思いますね。あの当時やっぱり手に入らないものがとても あったので、それをやっぱりこういったサイトができることでみんながそれを手に入れることができるっていうのは非常に素晴らしいことだと思います。でもう一つはやっぱりそういった人たちが手を伸ばしてくれるような音楽をこれからもあの作り続けていきたいなと思ってますのでよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。すみません。